こんにちは。ボンジュー。皆さんは紙芝居をご存知ですか？紙芝居とは、物語をお話の流れに沿って何枚かの絵にし、それを演じ手が1枚ずつ見せ、語りながら進める芸能です。この紙芝居は日本で生まれました。今回は紙芝居について一緒に学んでいきましょう。紙芝居のルーツにはいろいろな説がありますが、現在知られている紙芝居として出現したのは1930年頃と言われています。当時は街頭紙芝居と呼ばれており、紙芝居用の自転車を引いた紙芝居屋さんが公園や路地にやってきて、子どもたちに駄菓子を売り、それを購入した子どもたちが紙芝居を見物することができました。つまり一種の商いだったわけですね。1929年の世界恐慌の影響で日本でも多くの失業者が出現し、これらの失業者の多くが街頭紙芝居屋に転職したと言われています。大衆娯楽として紙芝居は大流行。そのような中、紙芝居に教育的目的を取り入れようとする動きも生まれ、教育、宗教、思想など何らかの教えを広めるための手段として用いられるようになり、教育紙芝居が誕生します。さらにその絶大な影響力から、戦時中は国策紙芝居までも出現し、戦意高揚プロパガンダに利用されたという悲しい歴史もあります。戦後は教育紙芝居運動が起き、街頭紙芝居のような表面的な面白さだけでなく、作家性やメッセージ性がより追求され、一つの文化として紙芝居は確立されました。今では託児所や学校、病院、介護施設などさまざまな場所で紙芝居が取り入れられています。紙芝居に必要なものは、紙芝居の絵、そして紙芝居を収める舞台、それから演じ手と聞き手です。紙芝居のお話は10枚程度で構成するのがちょうどいいかと思いますが、内容によっては少なくすることも多くすることもできます。絵や舞台の大きさにも特に決まりはありません。この大きさが平均的ではありますが、このような大きなサイズの紙芝居もあります。それぞれの絵の裏には演じ手が読む文章が書かれていて、演じ手は紙芝居を1枚ずつ順番に抜き、抜いた絵を次々と後ろに差し入れていきます。ですので1枚目の絵の文章は最後の絵の裏面に、2枚目の絵の文章は1枚目の絵の裏に、3枚目の絵の文章は2枚目の絵の裏に書かれています。絵は常に観客から見て右から左方向に抜かれます。したがってこの横にスライドさせる動きを計算して絵を配置すると非常に効果的です。例えば式の流れを1枚の絵で表すと、これは一つの例ですが、絵や抜き方に変化をつけることで作品が魅力的な仕上がりになります。その他、紙芝居を作る際に次のことを心がけましょう。紙芝居はたくさんの方に見ていただけるものです。遠目からでもよく見えるように細かい絵は避け、絵の輪郭は黒でしっかり描き、彩色も色鉛筆ではなく絵の具やカラーペンを使いましょう。舞台に入れると枠で周りが数センチ見えなくなります。そのことを考慮して描きましょう。漫画のように擬音語や擬態語を書き込む必要もありません。演じ手が演じることで伝えましょう。例えば嵐、ゴロ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 、ピカピカ、ドドン、ザザーン、ザザザザザザーン。絵が出来上がったら次はお稽古です。言葉ははっきりと、そしてゆっくり話しましょう。紙芝居の絵はアニメのようには動きません。
お話を初めて聞く観客に想像する時間を与えてあげてください。そして紙芝居が出来上がったら実演をして観客の反応を見ながら構成や絵を練り返すことも大事です。では素敵な紙芝居を作ってみてください。ここで紙芝居の一部をご紹介します。Il était une fois un vieil homme pauvre, mais très gentil. Il vit tout seul depuis très longtemps dans un coin perdu dans la montagne. Ce jour-là, comme d'habitude, en fin d'après-midi, il descend de la montagne, le dos chargé de bois. Il passe par un sentier bordé d'arbres qui portent plein de fruits.Il aperçoit un petit renard qui sautille pour essayer d'attraper des fruits. Il fait plusieurs tentatives. Mais il n'y arrive pas. Ce petit renard a une patte malade. Petit, ne t'inquiète pas. Je vais te les attraper. Youp! Voilà.C'est pour toi. Fais bien attention en rentrant. D'accord ? Il lui sourit et reprend son chemin vers chez lui. Le petit renard est tellement content de sa gentillesse qu'il regarde longtemps le vieil homme s'éloigner. Quelques jours plus tard, le vieil homme va en ville pour faire ses courses. Il ne voit pas le temps passer.Et le jour commence déjà à décliner. Oh là là, il faut que je me dépêche de rentrer. Sinon, la nuit va me surprendre à mi-chemin. Il marche d'un pas pressé. Quand il arrive en haut d'une colline,Il tombe sur le petit renard de l'autre jour. Tiens, tiens, c'est toi. Comment vas-tu ? Alors, le petit fait comme un geste d'invitation, se retourne et commence à marcher devant lui en traînant sa patte malade. Le vieil homme se demande où il veut l'emmener, mais il le suit sans crainte. Il traverse la forêt de bambous.Il marche longtemps, longtemps, longtemps. Et enfin, ils arrivent à la maison des renards. La mère renard s'incline plusieurs fois devant lui et lui tend un vieux chapeau rouge tout crasseux.子供たちをはじめ多くの人々を魅了する紙芝居、その理由は何でしょうか。演じ手が紙芝居を引き抜くと物語の世界が現実空間に広がり、演じ手と聞き手がコミュニケーションしながら作品の世界を共感します。つまり紙芝居の魅力とは、作品を通して演じ手と聞き手が共感していく喜び、その一体感にあると言えます。皆さんも素敵な紙芝居を作って、その喜びを分かち合ってみてください。アビアントー。